ザ・モーターウィークリー。岩佐ドルミコナビゲートでお送りしていますザ・モーターウィークリー。ここからの時間は自動車業界でご活躍中のモータージャーナリストをお迎えしてお送りしていきます。今日のコメンテーターは堤智彦さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。堤さん、なんかすごいセクシーボイスになってますけれど、はい、ハスキーになっちゃいました。あの風邪をひいちゃいましてね、はい、で、あの一昨日ぐらいまではこんなにひどくなかったんですけどね、はい、昨日からあの結構ね、夜年並みかあのちょっと声がね、ひどくなりまして、やっぱねラジオですから困りますね、これね。あの書いたりね、はい、なんかするときはあの声出なくてもいいんですけどね、ラジオなんで声が大事だと思うねもう本当ちょっと反省してます。どうも。あの私たち最近メールが、はい、こうコミュニケーションツールとして成り立っているので、うん、電話で編集者の方と話する機会もすごく減ってますよね、はい、でも、うん、やっぱりこう電話で話をしたり、特にこういうラジオになると、はい、バレバレです。バレバレです。それでね、最初私これで電話したらね、相手が気がつかないんですよ、はい、どなたですかなんて言ってね、ですからやっぱ声もね大事だなと思いました。はい、はい、今日は堤智彦さんを間違いなくゲストにお迎えしていますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。あのちなみに堤さんは相変わらず自転車で動いていらっしゃいますよね。そうですね、自転車で、はい、寒くないですか。いや、あのね、そうなんです。実はね、私もね、まあルミちゃんもね、あのバイク乗ってたんで、寒いですかっていうのをね、あのそうやって気づいていただけたと思うんですけどね、確かにバイクはね寒いんですよ。飛ばせば飛ばすほど寒いんですよね。もうあのずっとなんかこう乗って動かずに、はい、固まっちゃいますよね、うんうん、ところがね、自転車はね、あの一生懸命飛ばすとね、はい、飛ばせば飛ばすほどね、ちょっと汗ばんでくるね、暖かくなるんです、うんうん、ですからね、意外とね寒くないんですよ。はいはい、ですから最初のうちだけですね、うんうん、寒いのはね、温まってくるまで、はいはい、もうあの、汗はちゃんとこう拭いてくださいね。そうですね、それは気をつけます、はいはい、あの試乗会行った時にね、すごく寒かったんですよ。それでね、ちょっと薄着で行ったもんだから、すっかり風邪ひいてしまいましたけど、ぜひ皆さん方もね、薄着であんまり寒いところでね、特に夜年並みの方はお気をつけください。まあね、特に今年はあの秋口まですごく暑かったので、ね、ちょっと油断をしちゃいますよね、はい、急に寒くなってしちゃいました、はい。今日はですね、はい、プジョーの RCZ についてお届けをしていきたいと思っています。はい、そうです、はい、これがね RCZ ね、紛らわしいんですあのちなみに今年の日本カーブザイヤーを取ったのはホンダの CRZ、そして、特別賞を取ったのはプジョーの RCZ、はい、紛らわしいんですよねつい間違いそうになっちゃいます。しかもホンダの場合はこの Z の文字を Z と読み、はい、プジョーは Z と読み、 Z というね、もうでもね、本当にこの3文字きしくもね、同じあの3文字でアルファベットが、はい、アルファベット同じで、しかもね、どちらもやっぱりあのコンパクトスポーツで、うんうん、スタイリングも良くて、はい、非常に対照的ですね、あの、はい、もうワクワクする、ね、車でしたね。RCZ の一番の魅力はまずデザイン。おっしゃる通りです。これね、見てね、一目惚れ。一目惚れってなんかね、お米もありますけどねありますね、お米ね、美味しいですね。これお米じゃありません、美味しい、ね、はい、美味しいです。これもね、本当これ欲しいなと思いましたね、見た時に、あ、ちょっと買おうかなと思って、思わずね、貯金通帳を見ようと思っちゃうぐらいねこれかっこいいですよね。心グラグラっときますよね本当にそうなんです、グラっときました、グッときますね、グッときます。まずそのシルバーアーチと言われている、横から見るとね、ルーフラインに綺麗なこうシルバーのラインが、あれがね、いい形してるんです。さすがですよ。なんかあそこのラインというのはすごく綺麗にあれしてるんですけども、最近やはりこの日本ではミニバンとかが多いので、なかなかああいう弓形になる車がないんですが、はい、そうですね、やっぱりスポーツカーらしいね、いかにもそのなんて言いますか、スポーティーな何かこう水滴型のような格好っていうか、うんうん、いわゆる、格好良さのスタンダードですよね、この造形はね、はいはい、もういかにもこう、まあ、風をこう切り裂いて走るような、そうですね、それでシャープな感じがありますね、はい、美しい、
あとあの後ろのウィンドウが、はいはい、ダブルバブルと言われていますけれども、2つのこう盛り上がりを見せている。これね大好きもうハスキー、ハスキーね、もうかっこいいんですよ。僕これでねまたグッときましたね。さすがだなと、ここまでやるかと。いややはりね、やっぱりあのフランスのデザインってね、どこかねちょっとスタンスが違うんですよね。一つ外すっていうかね、うん、まあいい意味で、うん、いつもねあの我が持ってる常識をちょっととねずらしてくるんです。ここがたまんないっすね。いいですよね。 いやいいんです、やるもんだなと。でね、僕はもう本当にねもう高校見てねびっくりしましたね、うん、素晴らしい、はい、はい、やっぱフレンチやっぱおしゃれ、おしゃれおしゃれなんですよ。ちょっとね違うんですよね、うんうん、で あなたたちとはちょっと違うのよっていうね、このちょっと外したスタンスね、ここがねかっこいいですね。ですよね、グッときました、なんかあの周りを見ながら こっちにしようかな、あっちにしようかなっていうんではなく、もう自分でこれがいいっておっしゃる通りそれでね、やっぱりあのとてもあのフランス的なスポーツカーだと思ってね、僕はやっぱりあの最近またちょっと、ね、見直しましたね、うん、この車で、うんうん、やっぱりあのエレガント、すっごくエレガントなフランス流のエレガントさを盛り込んで、しかも小粋にね、うん、このあたりね、いや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 、たまんないですでしかも走りが基本コンセプトはスポーツカーというのがまたいいですよね。そうなんですね、あの基本的にはね308のコンポーネンツ使ってるんですけど、でもちゃんと端割りだとかね、しかるべきところはきちっと制御パーツ使って、しかもあのターボを巧みに使って、もう低速からあの上までね、特に低速 あのトルクをしっかり出して使いやすいんですね、うん、エンジンは 1.6 リッターのターボということですけれど、はい、あのまあ2リッターとか 2.5 という爆発的なこうエンジンではなく、このサイズで楽しめる。そうなんです、そこがまたねフランス的でいいじゃありませんかね。だからバカみたいにね、あの車体もでかくて、うん、ハイパー積んで、もう本当にね筋肉質に走るってんじゃないんですね、うん、あのちょっとおしゃれに小粋にちょろっとね、あの黄昏時のモンマルトンとかねと言ってね、ちょっとねオートルートをピーンと走らしてね、はい、ちょっとスイスまで行こうかなんて、ね、素敵素敵でしょ。で今日はね、スイスで夕焼けを見ようかなんてねかっこいいんですよ。もうこの車だと入っていっちゃいますね。いっちゃいますよね、コートダジュールなんかピャッとね走ったりね、おしゃれおしゃれ、うん、大人のデートコースがもういい、ね、本当に。それでエンジンもですね、これ面白いのはMT と、AT と、はい、2種類ありましてね。そしてAT 車、はい、これは6速の AT で、はい、この6速がまた素晴らしくいいんですよね。で実はね、もうルミちゃんもご承知の通り、このプジョーは去年ぐらいまでは4速 AT で、うんうん、もうどうしても AT が欲しかったんですね、はい、それで、今年からもう、6速 AT を積むようになりまして、これ愛信の AT なんですね、うん、だからすっごくスムーズなんですね、うんうん、で、6速使って、まあ、低回転でターボトルクでしっかりと走らせて、でも燃費もいいというね、最新のコンセプトですよね、うん、でまた MT も非常によく走る MT なんですが、音声レポートを取ってきていただいていますので、そちらをお聞きいただく前に、まずここで1曲挟ませてください。岩貞ルミ子ナビゲートでお送りしていますザ・モーターウィークリー、コメンテーターに堤智彦さんをお迎えし、今日はプジョー RCZ についてお伝えしていきます。それではですね、早速その RCZ の MT での走り、こちらの音声レポートからお聞きいただきましょう。今日はこのプジョーの RCZ をドライブしてます。今運転しますのは左ハンドルの6速マニュアルシフト付きの大変スポーティーなバージョンなんですね。とってもまずこのデザイン、ルックスがいいんですね。ルーフがダブルバブル、まあ、本当に何かこう戦闘機のような雰囲気もあって、とてもおしゃれです。そしてこのコックピット、これもいいですね。車
クロームのリングのメーターがずらりと並んで、大変スポーティー、そして高級な雰囲気感があります。そしてこのセンターコンソール、まあ、シフトレバーの後ろの方のコンソールにスイッチがありまして、このスイッチを押すと後ろからスポイラーがぐっと立ち上がってくるんですね。まあ高速道路実際に走るときはスポイラー立てた方がより効率的な安定があっていいと思いますし、またルックスもおしゃれ、そして精悍な雰囲気になります。こういったあたりもなかなか憎い仕掛けです。今ですね、このワインディングに入ってます。軽くエンジンを踏み込みました。3000回転から4000回転ぐらい なろうというところなんですが、このエンジンサウンドが非常に官能的なサウンドにチューニングされています。ちょっとお聞かせしますね。今速度を落としまして、そして3000回転あたりなんですが、ここから加速します。3500、4000、4500、5000、5500から6000回転、この何かフェラリチックなサウンド、しかもやかましすぎないんですね。非常に心地よいサウンドを聞かせながら、しかも大きすぎない、この辺りのチューニングはさすがですね。6000回転なんですけども、5500あたりからアクセルをそっと踏み込むと、こういう心地よく、そして何かこうすすり泣くようなサウンド感ですね。たまりません。はい、堤さんに撮ってきていただきました RCZ MT の音を聞いて、エンジンの音たまらなくいいですね。いやね、本当気持ちいいですよ。で、あの音聞きたくてね、はい、ついねこう一番いいですね。で、普通にやったらつまんないから、ついねアクセルこれわーっとね、いやこれね、これもまたね、はい、フランス流のね、うん、おしゃれ度だと僕は思うんですよね。で、何がねおしゃれかと言いますとね、まずサウンドはね、あんな風にちょっとこう高周波の音を入れた、ハーモナイズされた、すごくハーモニーがいい感じなんですね、はい、でもねこれ走ってる人は、まあ、つまり室内ではそういう風に聞こえてるんですよ、うん、でも外では全くあんな音してないんですよね、うん、はい、でこれがねさすがだと思ったのは、実はあのエンジンの、吸気管のところ の、まあ、あの空気を吸い込んだところの、空気 その脈動を、ね、コントロールするレゾネーターってところがありまして、そのレゾネーターのところの空気の振動をですね、エアコンの導入口のところのにパネルをつけましてね、はい、そしてそのエンジンのインテークのところの振動を利用して、室内の、エアコンのところが振動するんです、足元で。ははは。だから楽器みたいな感じですね。いわゆる楽器なんです、ね、音は振動ですもんね。空気の振動で伝わってくるので、それでね、例えばあのギターのね、はい、あのボディの部分の、うんうん、はい、ギターのボディの部分を室内にこうくっつけてるんですよ。なるほど。じゃあもうあのボディ全体があのギターのこの丸いこうファンファンとした部分、そうなので、エンジンが音を奏でてくれるんですよ。おお、それを室内で聞いてるんです。じゃあ人間はギターの中にいる感じですね。中にいるんですよ。そうなんです、おっしゃる通り。これはね素晴らしい発想だと思う。で、他の人はあれで夜中でも、ね、他の人は誰もね、やかましくないです。誰にも迷惑かけないんです。でも中にいる人はその音質に浸れる、浸れる、本当にうっとりするような気持ちの良さなんですよ。さすがだなと思いましたね。よく考えつきますね、そういうことを、ね、はい、よく考えてみたら、うん、あの音に酔いしれてっていうのは本人の自己満足なんですよね。別にで、あの全く無関係なね、赤の他人はやかましくしょうがないんですよ、はい、もうやかましく嫌だなって顔しかめるんですけど、乗ってる本人だけはいい気分なんですね。まあ、特にマニュアルですからね、自分のこのシフトチェンジの操作感と音がバチッとった時はもう止まりません。もうレーシングしてますよね。 F1 レーサーです、はい、ね、なんでね、これはねさすがだなと思いました。ここもびっくりです。
やっぱりなんかこう芸術の 国ですよね、らしい、ね、え、あのね、車を楽器に仕立てちゃうってところがねすごいなと思いますね。エンジンを楽器にしちゃうってかね、アートの国ですね。いいですよね。いいです、よかったです、はい、すごくね気持ちよかったです、楽しかったですね、うんうん、はい、まあ、今回すごく面白いのは、まあ、マニュアルを日本に導入するにあたり左ハンドルと組み合わせてるっていうところですよね、うん、そうですね、やっぱりまあ、もちろんあの本国に多分ね右ハンドルが、まあ、ないかなというのもあるんですけど、うんうん、でもね、はい、やっぱり左ハンドル、今ルミちゃん言った通り左ハンドルにすることによってこの MT 車を際立つことができるじゃありませんか、ね、うん、はい、でエンスな人はね、やっぱあれは左だよみたいなところもあったりしてね、やっぱフランス車で MT を乗ろうという方は、はい、左で乗りたいです、そうですね、そうですね、だからちょっとマニアックな方はね、うん、左で、うん、MT、うん、それでパッと見れば分かるわけですよね、右ハンドルの人が来たらチュッとね一別を加えてねあ、お前 AT かなんてことね、まあ、できちゃうわけですよね。なるほどね、浸りますね、うん、それでバンと一吹かししてね、うんうん、音だけ自分だけ聞くんですけどね一吹かしも二吹かしもして誰にも迷惑かけず自己満足に浸れるというね、素晴らしくね、こうなんか大人の車だと思います、ね、自己完結してますよね、自己完結してますねはい、でかなり、まあ、乗り心地、まあ、音はもうそうなんですけども、うん、乗り心地もスポーティーなんですが、はい、そうですね、はい、例えるとしたら、うんうん、他の車でいうと大体どのあたりがライバルになりそうですか。あ、ライバルはねこれねやっぱりどちらかといえば、まあ、スペシャリティカーだと思うんですね、うんうん、それでそんなスパルタンスポーツじゃなくて大変おしゃれな、なんて言いますかね、プレミアムスポーツという感じですね、うんうん、はい、で非常にコンパクトですし、その走ってねもうめちゃくちゃ驚くような速さではないので、うん、女性の方でも気楽に乗れるということですから、はい、そうですね、だからまあ TT とかね、うんうん、まあ、そういったところに、まあ、近いかなと思うんですけどね、まあ、そういったちょっとおしゃれに乗りたいという、うん、でこうすごいエレガントなデザインしてるし、はいはい、まあちょっとある意味じゃね独特の世界を作ろうとしてるかなとも思うんですね。それはありますね、デザインの綺麗さでいうと、うん、おっしゃる通り、はい、アウディの TT とかすごくライバルになると思うんですが、本当に作ってる世界観がライバルなしなし非常にねこのなんていうかエモーショナルな感じありませんか、うん、あります、ね、はい、なんか霧の中のね、それこそモナコかなんか走ったりするとねおしゃれかなみたいな感じもしますしね、はい、はい、いいですね、うん、いいですね、はい、夢があります、とにかく夢がある、はい、しかもねしっかり走るんですよ、実はね、うん、この MT まあ、発進加速させてみましたら、ゼロ分がね16秒台ぐらい、うん、しっかりと速い乗ってて満足する加速感があるんですね。もちろん圧倒的に速いのはもっと14秒台ぐらいのね、うん、車がそなんですけども、まあ、そこまでいかないにしてもね十分他と差をつけて自己満足にも浸れる速さ感持ってます。はい、岩須田ルミ子ナビゲートでお送りしていますザ・モーターウィークリー、引き続き堤智彦さんと一緒にプジョー RCZ についてお送りしていきます、最初にですね今度は RCZ の AT 車、右ハンドルの AT、 こちらの音声レポートからお聞きいただきましょう。今乗ってますのがこの右ハンドルのオートマティックです、6速オートマ仕様は全部右ハンドルなんですね。なかなかスムーズで快適です。シフトアップダウンがとてもスムーズなんですね。今セレクターレバーを左に倒してマニュアルモード、今5速で走ってるんですけど手前に一発引くと4速になりました。そして3速そして2速まで落ちました。2速4000回転加速しますと4500、5000、6000になりました、まあ、6000まで一挙に今上がったので自動シフトアップしてくれましたね。この辺りも便利です。さらにシフトダウンします。5000回転のサウンドですね。4500ですね。
そして5000回転のサウンドです。非常に心地よく回ってくれてますね。気持ちがいいサウンドです。はい、アプジョー RCZ の AT 車、音を聞いていただきました。堤さん、音全然違いますね。これ同じ位置で、全くそうなんですよ。ですからね、本当はね、最初にこちら聞いていただいた方が良かったんじゃないかと、ちょっとがっかりされるかもしれないですけどね、まあ、逆に言えば MT が本当に音がね、心地よい。ただまあしょっちゅうあんま音してると疲れちゃうかもしれませんけども、でも気持ちいい音でしたけども、はい、逆に言えば AT は非常にこう静かに、まあ、いっぱいエンジンを回してもあの程度の音ということになりますから、どちらかといえばやっぱりエレガントに乗りたい方にはこちらがいいかなという感じもありますね。そうですね、快適にこうクルージングしたいという方には、はい、はい、冒頭にねちょっと言い損なったんですけど、はい、このプジョーのシリーズってのはほとんど数字のナンバーになってますよね、うんうん、はい、で今回は新しくね数字を廃止して RCZ という名前になってますから、はい、やっぱりプジョーは大変ねこの車にかけてる意気込みというものが分かりますね、うん、そうですね。今まではまあ207とか307とか8とか、はい、で当然ながら2プラス2で、うん、まあ、後ろの席はちょっと狭いんですけども、はい、まあ、荷物置いたりするのは快適ですし、ですからまあ、ルミちゃんなんかがねちょっとお買い物行きたいわなんて時にねちょろっと行くのに大変おしゃれでいいかなと思いますし、それからこのターボもですね、ツインスクロールターボを使ってまして、うん、まあ、つまり低速から低回転から立ち上がるエンジン、ターボなんもんですから非常に使いやすいんですね、はい、うんうん、それでものすごく洗練されていて、普通はまあ、ターボといえば買っては昔はもう踏み込むと最初は応答しなくて、そのうちドカーンとねびっくりするがね猛然と走り出すみたいなイメージがあったんですけど、このエンジンはねもう聞いてないと、その知識がないで知ってないとね、まさかねターボだと思わないぐらいナチュラルなんですね。スムーズですね、下からこう走り出しからそうなんです、ですからねストレスなく走れました、はい、ただやはりねスポーティーカーということですから、しっかりとした回し走り感を持たせてますんで、それでタイヤはねこの AT の場合は 235-45R18、はい、で MT はね 235 の 40R19 入ってます、はい、19インチ、はい、ね、憧れのですから、まあ、当然ながら19インチの方が、つまりMT の方がもっとずしっというね、はい、多少このずしん感はあるんですけども、でもあんまりその目くじら立てるほど不満はないし、そうですね、19インチぐらいになるとちょっと乗り味が、うん、ギャップ超えると硬いのかなっていうふうに思いがちなんですが、はいはい、サスペンションがいいんですか。そうですね、ちゃんとストロークさせてますしね、うん、タイヤの当たり感も良さそうなので、うん、全然大きく不満はないですね。で、AT の方はまた逆に4号タイヤになってますが、もうちょっとね MT に比べるとマイルド感があって、うん、まあもちろんしっかり感がありますからね、やっぱスポーツカーだって感じあるんですけども、はい、あまり不満もない感じで非常にこう気軽に、それからねやっぱりハンドル切り込んでいくとね、それなりにクイックな走り感、ありまして、まあ、ワインディングでも非常に楽しく走れますね。いいですね。まあ、ターボがついてるということなんですが、 AT と MT とブースト圧が違うので、うん、出力もやはり少し違うということですね。おっしゃる通りですよ。AT は156馬力、はい、そして MT は200馬力と、ね、うん、かなり違いますね。違います、でもね、やっぱり200馬力の大台に乗ったプジョー車としてはね、これ初だということで非常にパワーを乗せてます、このサイズではね、はい、はいはい、でやはりですね、もう走らせていると特にまたこうデザインの良さが引き立っていて、試乗会ですとこう周りでねいろんなジャーナリストの方が乗られているので、すれ違ったり追いかけたりということがあって、やっぱり綺麗だなと思うんですが、思いますね、かっこいいですよね。ですからね、大変近代的な新しい、ね、造形美を作り出しているかなと思うんですね、うん、っていうのは大抵、まあ、スポーツカーというとどちらかというと、
フロントとリアで前の方がちょっと長め感があって後ろがね短いのが真っ赤ってのスポーツカーのイメージだったんですけど、ほとんどこの車ってね前後の長さが同じシンメトリーな雰囲気なんですね、はい、それで何かこう、未来的な、ね、雰囲気を出していてね、あやっぱりねこのフランスのデザイン力、息健康だなと、うん、非常に進歩的であるし新しい息吹を感じましてね、うん、嬉しいですね。そうですね、我がモーターウィークリーのコメンテーターの桂新一さんはあんまりお気に召さないようなんですが、私たちはやっぱりデザインですよね。そりゃそうですよもうこれからはやはりデザイン、車はデザインということでいきたいと思います。はい、ここまではプジョー RCZ についてお届けしました。岩下瑠美子ナビゲートでお送りしていますザ・モーターウィークリー、ここからはウィークリー広報のコーナーです。本日はフォルクスワーゲングループジャパン広報部池畑博さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。はい、引き続き堤さんにもご同席いただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まずはフォルクスワーゲンポロ日本カーブザイヤーインポートカーブザイヤー受賞おめでとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございます。もうすごい接戦で、はい、もうハラハラ私ももうドキドキして見てましたけど、はい、惜しくも大賞を逃してのインポートカーブザイヤーと申し上げていいと思うんですが、はいはいはい、やはり前評判もね大変良かったものですから、はい、これはひょっとしたら本賞をね取れるのかなという期待もね大きかったですしね、はい、本当に健闘したと思います、はいはい、もう本当に広報部一丸となられて、はい、試乗の機会を本当に多く作っていただいて、はいはいはい、もうたっぷり乗らせていただきましたよね、堤さん。もう私も、ね、何度も乗せていただきましたしね、やっぱり開票当日ねもう行っちゃうなと思いましたねそうですね、はい、最初の勢いは、はい、我々もすごかったですね。もうこのまま逃げ切ってほしいなという気持ちを ね、はい、手に汗握るのは久しぶりでしたから、はい、まあ、今まで日本カーブザイヤーの場合はどうしても国産車が強くて、まあ、輸入車はインポートカーブザイヤー止まりと言っては失礼なんですけども、なかなか対象を狙う位置にまでもいかなかった、はい、でもところが今回のポロは本当にいい車でしたね、はい、ありがとうございます、はい、最近のフォルクスワーゲンは皆さんもお乗りいただいてお分かりだと思うんですが、本当に体感型商品になってきましたよね、うん、ですからお乗りいただければ気持ちよく走る感じはねダイレクトに伝わってくると思うんですね。そういうところが評価されたのかなというふうに思ってるんですけど、はい、特に、まあ、日本の場合は小さな車が非常に今人気が高いんですが、はい、国産の同等の車たちに比べるとその質感っていうんですかね、そうですね、そのあたりも本当に群を抜いてますよね、はい、決して手を抜かないっていうのが本社の車作りですので、小さい車であってもそれは大型車の模倣であってはいけないっていうのがこれはポルシェ博士の小型車に対する考え方なんですね、うん、ですから小型車であっても十分中身のある質感の高いものを作っていこうというのがもうずっとこう車作りの中で受け継がれているんですね、はい、特にボディ剛性ですよね、はい、あれが本当に素晴らしいと思うんですが、はい、なぜあそこまで作り込めるんでしょうね。やはり最新技術を小さな車でもですね惜しみなく使っている、高級車にしか使われないレーザー溶接、これは一つの例だと思いますね、うん、それと非常にこう高度の硬い鉄板を贅沢に使ってますので、まずは側をしっかり作るというところが、はい、まあ、先のフォルクスワーゲンの車作りの一つの方程式みたいな形になってますよねそうですね、やはり私もそのあたりがもう日本の国産車に見習ってもらいたいというつもりで、はい、私も満点を入れさせていただきました。堤さんは迷いに迷って私はもう2台ともね、はい、素晴らしいなと思ったんですね。大賞の CRZ とね、そうなんですね、それでねやっぱり今もお話あったようにクラスを超えたね質感走り味だったと思いますね。それから TSI というねもうフォルクスワーゲン得意 の、はい、そのエコとパワーを両立させるエンジンのシステム、はい、もう一つねぜひ申し上げたいのはやっぱりね電動パワーステの質の良さ、素晴らしくね、はい、ファインなチューニングされてですね、もうとってもね私もねもうどっ
ちも10点入れたかったですねそうですね、この日本で取ったインポートカーブザイヤー、はい、本国ドイツの方では、はい、どんな感じで受け止められてますか。もちろん大変な喜びようでして、はい、特に生産している工場ですね、うん、この車は南アフリカで作ってますけれども、はい、受賞の方を受けまして、社内方に展開したいので、うん、ぜひ記念の写真を送ってくれということで、うん、それも大変な反応でしたよ、はい、南アフリカということで、南アフリカにって思っているリスナーの方も多いと思うんですけども、はい、南アフリカの工場は非常に質のいい車を作ることで有名ですよね。そうですね、最近フォルクスワーゲンはやはり工場でコンペをやりましてね、はい、で確実に品質の高い車を作る技術があるところを選んで、うん、いわゆるそのメイドバイフォルクスワーゲンという形であんまりこう国とかは問わなくなってきてますよね、うん、そうですね、はい、メルセデスも、日本向けの E クラスなどは南アフリカの工場で生産をされていて、もともとはなんかドイツから移民という形で行かれたドイツ系の方がすごく多くいらして、それでなんかすごく律儀で誠実で、うん、という形で工場にすごく向いてるっていうお話でしたね、はい、でも堤さん、そうやって海外の工場まで喜んでくれて嬉しいですね、嬉しいですね。やっぱり我々のねこのカオザイヤーというもののやっぱりそのグレードといいますかね、プレステージも上がりますし、それからやっぱりね国産車とインポートカーとかね一緒の同じ土俵でね我々も評価できるっていうのはとてもね嬉しいですね。そうですね、はい、それでいよいよ今度は年が明けていくわけですけれども、はい、これからのフォルクスワーゲン日本での動きというのを少し教えてください、はい、やはりフォルクスワーゲンは輸入車の中でも比較的こうお求めやすいポジションにありますし、もともと車の発達自体がねビートルで知られているように非常にこう馴染みのあるものですから、はい、もっとも小型車を中心により良い製品をお届けしていきたいと思います。特に来年は日本は年間ですね70万台以上のミニバンが売れている市場ですので、うん、そこに新しいゴルフトゥーラン、うん、そしてもう少し大きなシャラン、はい、これを投入してまいります。で一つ大きなトピックスが先ほど堤さんもおっしゃっていましたけども 1.4 リッターの TSI エンジン、これで 1.8 トンのミニバンを動かそうということですので、うん、はい、これはハイブリッドとか電気だけに頼らずにですね、まだまだ内燃機関は面白いぞというところをアピールしていきたいですね。はい、楽しみですね、堤さん、楽しみですね、はい、ぜひぜひまたね箱根を走らせていただきたいなと思います、ね、気持ちよく走っていただけると思います、はいはいはい、とても楽しみにしています。はい、今日はフォルクスワーゲングループジャパン広報部池畑博さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。レギュラーコメンテーターの堤智彦さんともここでお別れとなりますが、実は堤さん今日今年、最後の早いですね今年も1年間どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。本当にね たくさんの、ね、ワクワクする車に乗れましてとても充実しました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。